皆さんこんにちは、しなたんです。今回はエクセルさんから新しく出たこちらのリアルクローズシャドウとこちらのグレイズバームリップを使って秋メイクを2パターンやってみました。その2パターンのメイクなんですけど、今回は秋の可愛らしいレートメイクと秋のクール系の女子会メイクをしてみました。アイシャドウとリップを変えるだけで本当に雰囲気がガラッと変わるメイクができるので、よかったらぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいです。ではレッツゴー。 Little lights float aroundはじめに秋のデートメイクを紹介していきます。まずこのエクセルさんのアイシャドウの一番明るい色味を取ってアイホール全体に入れていきます。そして涙袋全体的にも入れていきます。そしたらこのレンズの色味を取って二重幅にこれを塗っていきます。そしてこの色を取ってまぶたの中央にのせることで立体感を出させます。続いてこの色味とこの色味を混ぜてこれを涙袋にほんのりと入れていきます。そして濃いブラウンで目元を締めていきます。この色味をアイライナー代わりとしてまぶたの際に入れていきます。そして下目尻の3分の2ぐらいにも入れていきます。ペンシルのアイライナーでちょっとだけ延長ラインを描いていきます。そしてビューラーをしてマスカラを塗っていったら眉毛を描いていきます。眉毛は太すぎず細すぎないアーチ眉で優しい印象に仕上げていきます。眉頭も丸っぽく描いていきます。チークは少しくすんだピンクを頬の高い位置に丸く入れていきます。ハイライトも少しピンクがかった色味を鼻筋に塗っていきます。そしたらこのリップを使ってリップを塗っていきます。本当にこれ滑らかな質感ですごく塗りやすかったです。これでメイクの完成です。Let the moon slowly take over on the night. The sky has never been clearer than now.はい、こんな感じで秋の可愛い系のデートメイクが完成しました。このメイクで使ったシャドウとリップなんですけど、アイシャドウが CS01 番でリップが GB04 番を使っています。このアイシャドウなんですけどすごく可愛らしいオレンジっぽい感じのアイシャドウになっていて、やっぱりオレンジっていうと秋っぽいかなと思うんですけど、少しピンクがかったオレンジになっているので、そういうデートの時とかにすごくぴったりなアイシャドウだなと思いました。でラメもすごく綺麗で、特にこの右上のアイシャドウに結構大粒なラメが入っているので、この右上のアイシャドウをまぶたの中心にのせることで目に立体感が出るので、より魅力的な目になれるかなと思います。そしてこのアイシャドウとこのリップの色味が本当に絶妙で、すごくね可愛い組み合わせなので、ぜひこれをね一緒に使うことをおすすめします。リップもツヤ系のリップになっているんですけど、本当にねすごく綺麗な発色をしてくれるし、ムラがなくちゃんとしっかり色づいてくれるので、すごくいいなと思いました。秋とか冬によく気になる乾燥とかも全然気にならないので、これ一本で潤うし、他の色味もちょっと試してみようかなと思います。続いて秋の女子会メイクをしていきます。まずエクセルさんのこのアイシャドウの一番明るい色味を取ってアイホール全体に広げていきます。次に右上のゴールドの色味をメインとして使っていくので、二重幅よりもちょっと広めに塗っていきます。そして涙袋にも全体的に入れていきます。そしてこのグリーンの色味を取って、この色味をまぶたの中央にのせてワンポイント足していきます。そしたらこの色味を取って、これもさっきと同様アイライン代わりにまぶたの際に塗っていきます。そして今回はちょっとクール系なメイクにしたかったので、角みメイクにしてみました。そしたらリキッドのアイライナーで跳ね上げラインを描いていきます。割と長めに描いていきます。ビューラーをしてマスカラを塗って眉毛を描いていきます。今回の眉毛はちょっと太めに角度をつけて、ちょっとクール系な感じにしてみました。そしてノーズシャドウをして彫りを深く見せていきます。
したらハイライトを鼻筋と C ゾーンと顎と上唇のところに入れて顔にメリハリをつけていきます。チークはオレンジ系を斜めに入れて、リップはこの GB01 番を使っていきます。濃すぎない薄すぎない発色だったので、すごく誰でも使いやすい色味かなと思います。これでメイクの完成です。はい、こんな感じで秋の女子会メイク完成しました。はい、今回使ったのがこのアイシャドウの CS05 番とこのリップの GB01 番を使いました。このアイシャドウなんですけど、さっきのアイシャドウよりも色味が落ち着いてるというか、なんかちょっとクールっぽい感じ、大人っぽい感じがしたので、今回はこっちを使って女子会メイクをしてみたんですけど、さっきのアイシャドウと同様本当に綺麗な発色をしてくれて、そこまで強くないすごくクリアなナチュラルな発色をしてくれるので、今回4つ全部この色を使ってどんどん塗り重ねていったんですけど、それぞれが主張しすぎないっていうか、絶妙にマッチしてくれるアイシャドウになっているので、これ一つでね簡単にアイメイクが完成しちゃうかなと思います。で、今回はこの右下の緑っぽい色味をまぶたの中央に塗って立体感を出してみたんですけど、そうするとこの緑がアクセントになってワンランク上のアイメイクができるかなと思うので、この緑のアイシャドウをワンポイントとして使うのもすごくいいなと思いました。女子会メイクでクールっぽい感じの目元に仕上げたかったので、この右下の濃いブラウンを下まぶたの際にも入れて囲みメイクをしてみました。そうすることで目元が一気にバンと強調されると思うし、女子受けしそうなクールっぽい感じのメイクができると思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。そしてこのリップなんですけど、密着力がすごく高いのでカラーキープ力もね抜群にあるかなと思います。リップもこうやって何度か重ねていっても、これも厚塗り感がないっていうか、すごくクリアな感じの発色をしてくれるので、そこもねすごくいいなと思いました。はい、というわけで今回はこんな感じでエクセルさんから出た新しいコスメたちを使って2パターンの秋メイクをしてみました。このアイシャドウは9月11日から発売されているんですけど、 SNS でもすごく話題になってるアイシャドウで、私は今回この2色を使用したんですけど、これ以外にもあと3色あって合計で5色展開になっています。今回私もこのメイクに合わせてファッションとかも変えてみたんですけど、パレット1つ持っておくだけでもいろんな色味の組み合わせができたりとか、いろんな重ね塗りができたりとか、カジュアルから大人っぽいメイクからパーティー系のメイクまでいろんなメイクができるかなと思うので、ファッション感覚で楽しめるアイシャドウになっています。アイシャドウの質感なんですけど、結構しっとりしたような質感になっているので、このブラシとかでこうやってバーってつけてても粉飛びとかは全然気にならなかったし、こうやって軽く取っただけでもちゃんとね色がしっかりとついてくれるので、すごく使いやすいアイシャドウかなと思います。このアイシャドウの中にスクワランというのが配合されているみたいで、目元のね乾燥も防いでくれるようになっているそうです。やっぱりこれから秋冬になってくると、どんどん肌が乾燥しやすくなってくると思うので、このアイシャドウでも保湿ができてしまうのはすごくいいなと思いました。パッケージもすごくゴージャスだし、結構薄いアイシャドウになっているので、カバンの中に入れててもかさばらないだろうし、チップも今回使ったんですけど、ふわふわしているし滑らかに塗れるので、すごく塗りやすかったです。合計でね5色あるので、ぜひ自分のお気に入りの色味を見つけてみてください。はい、そしてこちらのリップなんですけど、これは10月の16日に発売になるリップで、これも本当に綺麗な発色をしてくれるし、唇の縦じわとか乾燥でガサガサしても黒塗ったら潤うし、さっきも言ったんですけど、すごく密着力が高いので、ちゃんとしっかりカラーキープもしてくれるので、お仕事とかでなかなかリップ塗り直せないなっていう方とかにもすごくおすすめかなと思います。ちょっと今回9月19日から9月の23日まで行っているエクセルさんのイベントがあるんですけど、そのイベントに私も行ってきたので、ちょっとその様子をご覧ください。
こんな感じで行ってきたんですけど、このエクセルさんのイベントも23日までやっているので、ぜひ時間がある方は足を運んでみてください。はい、というわけで今回はこんな感じでエクセルさんの新作のコスメたちを使って秋メイクを2パターンやってみました。少しでも楽しんでもらえたらいいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。But I'm so weak and the knees fall into the floor.